お別れ。次の朝になりました。エルマンは最後に残った糖のみかんを食べながら言いました。僕はもう家へ帰らなくちゃいけないと思うんだけど、リュウ君、君の具合はどうだい？とっても元気。お月様まで往復できそうなぐらい元気だよ。いいぞ。確か今日はお父さんの誕生日のはずなんだ、とエルマは言いました。それから松の落ち葉の上に広がっているお皿やお鍋やコップやおさじやいろいろな種の袋を見ながら王様に聞きました。王様、王様の宝物いかがいたしましょう？やれやれ、種はまくとして、他のものはまた箱の中に入れていただこうか。だが金貨はわしのところに置くことにするぞ。私も銀のおさじの一本ぐらいはぜひともいただきとうございますわ、と女王様がそばから言いました。では種とおさじを一本、それから金貨を三枚だけ残しておきましょうか、と早く家へ帰りたくなったエルマーは言いました。いや、金貨は五枚がよろしい。フルートにも一枚やらずばなるまい、と王様が言いました。エルマは残り物を箱に入れて鍵を王様に渡しました。この箱はもう一度埋めましょうか？そうしてもらおうか。王様は目に涙を浮かべながら言いました。また箱が地面のずっと下に入ってしまうことを思うとつらいが、泥棒に持っていかれる心配がないからの。だが土はかぶせなくともよろしい。それは私たちでできるからな。そこで竜が尻尾を使って箱を静かに穴の中に下ろしました。エルマーはシャベルを片付けました。それからエルマーは金貨を3袋リュックサックに入れました。そして残しておいた麻袋に銀のハーモニカを大事に包んで、それもリュックサックに入れました。皆さん、さようなら。本当に楽しかったです、とエルマはカナリア全部に向かって大きな声で言いました。皆さんの秘密は絶対しゃべりません。さらばエルマ君、感謝しとりますぞ、と王様は言いましたが、もう忙しくカナリアたちに命令を出して穴を埋めさせていました。フルートはエルマーの肩に止まって、エルマーとリュウが崖のところに来るまでついてきました。さようなら、エルマー君。お母さんによろしく。あなたのお母さんは私にとても優しくしてくれました。うん、よろしく言っとくよ。さようなら、フルート。エルマーはそう言って何かやるものはないかなと考えました。エルマはもう一度リュックサックを開けて、チューイングガムが3つと輪ゴムの束が半分残っているのを見つけました。こんなものを欲しくない？とエルマは聞きました。いただきますとも、金貨と一緒にしまっておきますよ。私は宝物をいつでも見えるところに置けるから、王様よりももっとお金持ちですね、とフルートは言いました。フルートは枯れ木町に行く近道をエルマーと竜に教えてくれました。エルマーは竜の背中に飛び乗って、フルートとカナリア島に向かってさようならと手を振りました。
続く。